いつもご視聴ありがとうございます。クイックアートの東京ショールームの飛山恭平です。ウェアプリントに役立つ情報を配信してますので、チャンネル登録お待ちしております。今日の業者様向けプリント講座は、小型 DTF プリンター WIP シリーズで作る箔プリントのご案内をしたいと思います。このようなですね、はい、金箔、はい、メタリックプリントですね。これが弊社の小型 DTF プリンターであればできます、作れます。まあ、弊社、クイックアートなんですが、機材、プリント機材、資材の開発、販売メーカーなんですね。で、箔プリントに関してはですね、国内でもですね、随一、多分一番ですね、このプリントの製法というのをご案内しています。今、現在もですね、家庭用インクジェットプリンターで印刷をしてできる、メタリックパウダープリント、それと、レーザープリンター、白トナープリンターを使った、はい、箔プリント、タイプ C ですね、これをご案内して使っていただいています。それで、今ですね、流行りというかですね、この DTF プリンター、これでもできる新しいシートとパウダーを開発して発売を開始いたしました。弊社、箔もですね、このようなですね、はい、種類の箔をご案内しています。金と銀以外にも青、赤がございます。そして、この27万円 A4 機でした。でしたら、それでこういったプリントができていけます。で、今からですね、実際、はい、こういったプリントがですね、はい、どのようにやるかですね、簡単にご案内したいと思いますので、ぜひご参考にしてください。では、どうぞ。はい、ではこれはメタリック用のですね、はい、DTF の転写紙になります。こちら、10枚ですね、税別2000円で販売しています。なので、1枚あたり約200円です。こちらをセットいたします。まずですね、この、はい、WIPA4 機、こちら税別27万円になっています。ポイントといたしましては、データを黒で作ります。で、黒で印刷します。それをすることで、箔への付きが良くなります。だこれですね、印刷をスタートしていきます。今回ですね、このようなデータでやっていきます。ではですね、印刷のところですね、終わるところ、はい、次ご覧ください。はい、では印刷ができました。このようにですね、反転で印刷させます。そして現在ですね、今回この4つのデータだったんですが、これをハサミで切ってですね、またこの余白部分は印刷としてですね、はい、使えますので、このような面付けをすることでですね、有効利用ができていけます。ではですね、今からここにですね、パウダーをつけていきます。では今印刷したこの、はい、メタリック用のシート、これにですね、パウダーをつけていきます。通常ですね、こちらパウダリングケースでやることをご案内していますが、ちょっとこれにですね、通常のパウダーですね、DTF 用のがついていますので、この専用のパウダーを、はい、ちょっと今回は外でこれつけます。こちらですね、このメタリック用のパウダー、これはこの通常パウダーと違います。こちらですね、100g で、税別1000円で販売しています。ちょっと外に飛んでしまうので、通常こっちの方を使うといいですが。はい。で、これでしっかり落としてですね、はい、パウダーをつけます。で、これで次ですね、ベーキングを行います。パウダーをつけたですね、この転写紙で、このホットプレート、またはプレス機ですね、ベーキング、はい、ここに置きます。約1、2分ですね、置いて、これがしっかりですね、はい、白い部分がなくなればですね、はい、ベーキングは完了です。で、先ほど4つあったデザインをですね、2つにしたんですが、残りの2つ、これはですね、ちょっとベーキングなしでですね、生地にプリントしてみたいと思います。こちらの違いなんですが、はい、実際ベーキングした方が、はい、綺麗につきます。一方ですね、ベーキングなしでもですね、できるはできるんですが、イラストがですね、少し滲む。そういった特徴が出てしまいます。こういった文字の時にはですね、ベーキングしないとですね、いけないんですが、例えば丸とか三角とか、大雑把なデザインの場合はですね、なしでもですね、できるかなと思うんですね。これはですね、実際お客様が自分でやってみて参考にしていただきたいんですが、このあたりの違いというのもですね、参考になれるように、この二つの違いでですね、はい、ベーキングありなしで生地のプリント、箔プリントをご案内したいと思います。では、1、2分経ちまして、このようにですね、はい、ベーキングができました。では、これから生地にですね、プリントしていきたいと思います。では、こちら、この水色のポリエステル生地にですね、今このベーキングした、はい、この転写紙を合わせまして、はい、プレスですね、130度、20秒ほど行います。はい、ではですね、はい、こちらプレスが、はい、ちょっと終わりました。はい。で、こちらですね、多少ちょっと冷ましてから剥がした方がいいです。冷ましてから剥がした方がいいんですが、熱いうちでもですね、こ
ちら転写がされています。このようにですね。で、ちょっとこのフィルムがですね、はい、すいません、残ってるんですが、これはちょっとテープで取ります。はい、もしこのような被膜が出てしまいましたら、こういった粘着性のある、こちらですね、クラフトテープなんですが、これで、はい、取ることができます。はい、すいません、これできれいにできました。だからこれはですね、プリントしてからですね、少し時間が経ったものなんですが、冷ましたやつですね。先ほどのこの余白部分がほとんどつかなくなりました。なおですね、少し時間を置いてから剥がした方がいいかなと思います。これはですね、今130度20秒プレートしたベーキングなしのものです。こちらですね、ちょっと剥がしていきたいと思います。ちょっとあまり、はい、やりましたが、違いはちょっと分かりづらいかもしれないです。これはこれですね、ちょっとやっていきたいと思います。では、この箔ですね、これを、はい、今プリントしたですね、ここに合わせまして、はい、これはベーキングアレのやつですね。ちょっと今ですね、離型紙を置いた時に、はい、ずれてしまったんですが、ちょっとずれないようにちょっと注意してください。はい、で、これで、また130度ですね。約20秒プレスします。ではですね、すぐ、まあ、冷まさずにですね、すぐ剥がすタイプと剥がさないタイプ。じゃあですね、もうすぐちょっと剥がしてみたいと思います。どうなるかですね。はい、あ、このように、はい。見えますかね？綺麗にプリントがされました。あまり時間を置かなくても大丈夫だと思います。では、まあ、念のためというか、冷ますバージョンですね。ご覧ください。ではですね、5分ほど冷ましたものですね。こちら剥がしていきたいと思います。いいでしょうか。はい。はい。まあ、これも綺麗につきました。はい。まあ、すぐに剥がす必要もですね、少ない場合は、やはりちょっと冷めた方がですね、安心はあるかなと。まあ、やった感じはですね、熱いうちも冷めたものも特に変わらず、はい、箔はつけることができました。では、ベーキングなしで、はい、完全に冷ましたものですね、していきたいと思います。はい。そうですね、はい。ちょっとまあ、すいません。この映像ではわかりづらいところであるんですが、はい。ちょっと月が甘い感じがありました。はい。なおですね、まあ、1、2分の程度でありますので、この弊社の WIP 小型 DTF プリントで、箔プリントをするときには、ベーキングをした方がいいです。まあ、少しですね、ちょっと余白のところがありました。はい。これは今回ですね、メタリックプリント、金箔プリントを、はい、したものです。小型 DTF プリンターで。このようなプリントができます。で、色もですね、このようなシルバー、青系、赤系、緑、そして白黒ございます。まあ、売れるのはですね、やはりこういったゴールドの金になるんですが、他のカラーもございますので、ぜひこういったメタリックプリントをしたいという方はですね、業者様含めですね、この DTF プリンターでできるというところでですね、ちょっとお考えください。まあ、この DTF プリンターですね、今日本国内で多くの業者様が販売されていますが、この箔、こういったメタリックプリントができる DTF プリンターでですね、こういった資材ご案内しているな、撮影現在、クイックアートのみです。まあ、国内ですね、クイックアートのみになります。まあ、当社はですね、基本的に、まあ、機器と資材の開発販売メーカーで、今後もですね、こういった特殊なですね、技術というのをですね、ご案内していきたいと思います。商品で。よろしくお願いいたします。こちらですね、洗濯の堅牢度も問題ございませんので、商品で使えます。で、シートもですね、こういった10枚。から販売していますので、小ロットでの対応ですね。でもできます。そして、箔、メタリックの価格このようになっています。A4 1枚で250円。1メーターで800円ですね。ロールになっているもので。で、使えますので、まあ、金多く使われる方は、はい、ロールで買われてもいいですし、ちょっとしたやるしたら A4 1枚から使うといいと思います。まあ、このようにですね、今後もですね、プリント業のお役に立つような動画を上げていきますので、チャンネル登録お待ちしております。今日もどうもご視聴ありがとうございました。